きますね。千葉県にお住まいのラジオネーム宮沢さん推しさんからいただきました。よくこの時間もよく高峰さんこんばんは。あれ？この前、母が弟に出した問題です。いきますね。うん。赤ちゃんがたくさんいる国はどこ？ベイビーいっぱい？ベイビー？ベイビー？うん。メニーベイビーメニーメニ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 ベイビーえ言うとメニメニベイビー歌作るコーナーではないですよ。え、赤ちゃんがいっぱいいる国？はい。おぎゃおぎゃ。おぎゃランド？ああ。え？おぎゃランド？おぎゃランドあんの？おぎゃランドではないんですけど。おぎゃランドあんの？おぎゃランドじゃないんですけど、赤ちゃんを何かに言い換えてみると、うん、赤ちゃん、子供、うん、子供、どもども、子供。そう、ランドは合ってんですよね。ランド？何？ディズニーランド？なんでそうなるんですか？あ、もうわかんない、赤ちゃん。何ランド？何ランド？何ランド？何他に言えちゃったっけ？ランド？あのですね、何、うん、て言ったらいいんでしょうね。ニューヨークランド？赤ちゃんを、うん、まあ、漢字で言い換え、漢字に書き換えるとっていうんですかね。赤ちゃんって漢字で書けるの？赤ちゃんを違う、レッド、レッド、レッド。違う言葉で漢字に書き、漢字に、赤ちゃん？うん、まあ、赤ちゃんっていう言葉じゃないんですよね、まず。赤ちゃん言い換えるとか。赤ちゃん。赤坊ランド？小さい子供のこと。幼児みたいな。おーもうちょっとです。わかった。えどうしよう、わかっちゃった。イエーイ、ごめん、ほんとにわかった。えじゃあ、言っちゃいますか。どうぞ。ニュージーランドだ。あっしゃー、あー、悔しい。ニュージーランドだ。じゃあ、それ横取り。小島さんがね、言おうとしたからですよね。